白雲座白雲座は岐阜県下シ市門カズサにある芝居小屋である。江戸時代から明治時代、美濃国及び日田国では地元の人々による地芝居が盛んに行われており、数多くの芝居小屋が建てられた。この白雲座もその一つである。毎年11月2日と3日、白山神社の秋祭りで白雲座歌舞伎大講演会が上演される。 白雲座は白山神社境内にあり、名称も白山神社に由来する。建物の規模は、間口約16.8メートル、奥行き約20メートル。霧妻作り、妻入りの草皮の木作りである。小規模な芝居小屋とはいえ、周り部隊、花道、仮花道などを備えている。周り部隊は直径5.4メートルの駒回し式部隊であり、全国的にも珍しい。 客席は一部2階建ての桟敷席、収容人数は約400人。白雲座は江戸時代末期に拝殿型部隊として建てられ、1890年3月に客席部を増築し、落成記念公演が行われた。その後、明治30年代にかけて地元の人々による地芝居が行われたが、次第に廃れ、時折、海芝居を行う程度となった。 昭和に入ってから、千芝居が復活したものの、戦争による中断を経て、再び千芝居の上演は中断される。一時は、白雲座を倉庫としたり、売却する話も出たりしたが、1968年から地元青年団によって千芝居が復活する。その後、歌舞伎保存会も結成され、毎年11月、白山神社の秋の祭礼時に、 白雲座歌舞伎大講演会として、芝居が上演されている。白雲座歌舞伎の特徴として、振付は、市川福松氏、太夫、三味線は、鳳王座の竹本美子、豊沢淳八両下が担当しているが、その他の役者や裏方は、地元有志によって行われている。小学生による子供歌舞伎も必ず一芸大、上演される。岐阜県は主に、美濃地方を中心に、 芝居が盛んな地域であり、江戸時代から昭和時代に建設された木造芝居小屋が残っている。主な芝居小屋は以下の通りである。ありがとうございます。